ね、ありがとうございます。いや、うん、なかなかこのトラックダウンの時のいろいろ秘訣とかねあるわけだね、トラックダウン、わかりますか。わかります。音を調節、最終的に調節して、そうですね、レコードに入る音にするのに、はい、ギターの音が大きすぎるよとか、ボーカルの音も少し、そうですね、まあ、あとエコーとかですね、みたいな機械をかけて、はい、このスネアの音がこのゲートエコーがいいと思いますね、まあ、いわゆるそうですね、まあ、あの素材を集めて、まあ、それを一つの作品にするという全部の創造的な作業のことを、うん、まあ、トラックダウン、はい、まあ、ミックスダウン、ブレイクダウン、壊れましたのですね。TM ネットワークと言いますと、2月に発売されましたアルバムセルフコントロールが10万枚突破。すごいです ね。10万人ですよ、10万人。そうですね。非常に感激が薄いですね。いや、すごい嬉しかったですよ。あの、ゴールドディスクですか、うん、あれもらったですごい感激しちゃって。ね、なんか最初の LP が2万枚超えた時みんなで泣いたもんね。あ、2万人の人がお前俺たちのレコード持ってんだよ、まあ仙台にいた頃でね、飲み明かしましたね、泣きながら、2万人、私が住んでる埼玉県入間郡大瀬町の人口の2倍ですからね。そうね、はい、私も想像つかないですけどね。そうでしょ、うん、どうでした、メンバーの人10万枚突破した時は。いや、泣きました。もうスカイラークで打ち上げしましたね。渋いね。今一生懸命オチを探してる男です。そうか、迷わずスカイラークスのがいいね。うん、普通はデニーズで来るんだけどね。うん、でも本当あのね、さっき失礼しちゃって可愛いですねなんて言っちゃったんですけれども、うん、すごくお年上で浩平さんよりは下なんですね。まああの、うん、彼が32年の10月だったっけ、うん、ね、俺31年1月だから、うん、学年で言ったら2つ下だね、うん、大違いだよ、中学校の野球部だったら。うん、3年と1年大違い。基準をいつも野球部に置いちゃってすいません。もうすごい、もう3年はもう、うん、とにかくもう大将、うん、ね、で1年生はまあ雑巾みたいなもんだね、うん、でもちくらよりもうだいぶ先輩なわけだよ。でもすごく見た感じがふんわか優しそうな方だと思いません？ふんわかってそんなね、うん、ふんわか優しいだって、あれとあの言われません、うんうん、ああ、すごい普段はね、うん、言われますね。ステージに上がるとまたガラッと変わっちゃう、二重人格ですね、うんうん、多いんですよアーティストに、うん、僕もステージ上がると変わっちゃいますからね、うん、あんま変わんねえからね。いや、変わると思うけどね。うん、うん、はい、テーマやったわけで曲聴いてください。 Come on, let's danceところで、3月10日をですね、皮切りにしてですね、現在コンサートツアーということなんですけど、ほとんどもう終わった、はい、というところですよね。そうですね。ね、いやー、ツアーっていうのはどこのバンドもね、うん、やってましてですね、どこも大変なもんです。で、まあ、TM ネットワークがやってるからこれはツアーだと。ハンドクラブはもうツアーを取り越してもうタコ部屋みたいなもんじゃないかと。もういいから次へもうコンサートが。でもね、宇都宮さん感心なさってましたよね今。すごいですね本当に。もうすごいですよ。もう数だけはそうですよ。もう途中でなんか頭の中どうにかなっちゃうじゃないかなと思うんだけど。そうですね、82回ぐらい煮詰まってですね。82回、53回ぐらい立ち直ってですね。うん、そうそうだな。でも大体何箇所ぐらい回ったのかな。今回は約30箇所ですね。普通だよ、それが普通なんだよ。今ちょうど現在、ブラッツライブが75、6本ですか。二回りしてますね。言わないですね。ほら、ハウンドドッグの時は打ち明けってまた朝まで大変な騒ぎになりますけど。そんなことないって今は。そうなんだ。今は大人よ。もう静かなね。ちょうどやっぱりそのカウンターかなんかがあってね、ブルースがかかってるね。あんまりそういう話聞かないんですけど。バーボンをね。でも TM ネットワークの場合はビリヤードがあって。ビリヤードがあって。もうね。TM ネットワークの場合は打ち上げっていうのはないですね。あ、打ち上げしないの？打ち上げはやんないですね。だからメンバー3人がね、あんまりお酒飲まないから、うん、ああ、いいことですねそれは。はい、だからうちは必ずやりますね。あ、でもそっか、お酒飲まないと別にね、うん、そこんなに。だから自然となんかディスコとかね、うん、そういうとこメンバーと、あとバックメンバーと6人ぐらいで、うん、ディスコは好きですか。ええ、地方では必ず行きます。へえ、やっぱりうちの宮さんステージでもすごくそのダンスなさいますよね、はい、それでも余力残ってます。なぜか残ってるんですよね。うん、その代わり次の日大変ですからね、うん、言われたりします。まあいろいろあるし、ディスコっつってもね、うん、踊ることもあれば酒飲むこともあるし、う
塚は酒飲まないんだって。あ、だからいろいろあるんだよこれが。男の事情ってあるんだこれが、ね、感情もあるし、どこの俺に聞いてくんならディスコ行かないって。全然行こうと思わなかったのですいません。ちょっと続けてください。はい、でも例えばそのディスコの中で、うん、そのツアーの振り付けを考えちゃうとか、うん、こういうのもいいねなんてやったり、そういうことあるんですか。たまにありますね、うん、特に始まってやっぱり不安で始まった最初の ツアーのね、最初はだから、ああやっぱり今日はあんまり良くなかったなとか思うと、うん、なんかこう新たに考えたりとかね、うんうん、いけないいけない、考えちゃいけないですね。ダメなステージはすぐ忘れる。明るい明日だけを見ていける。昨日は何があったのかなと、しかし今日は今日、明日は明日と、ね、でもじゃあ追っかけする人はディスコ探しまくるっていうのも手かもしれませんね、うん、そうですね、うん、ほらそうですね、うん、まあ、僕らの場合追っかけする人ですね。いねえからな、うちはそういうのあんまり。巻き込まれちゃうと大変だから、うん、そう、うん、まあだけどさっきのカモンレッツダンス、あれなんか聞いてると、この小室君あたりがひょっとしたらデビッド・ボーイあたりのね、うん、ミックスターの音がそういう好きなのかなと思って、さっき言ってたらね、 T レックスはそういう好きだという。でね、さっきそのカモンレッツダンス聞いててね、すごいそのドラムの音がいいのね。でそのなかなかね、これは本当の話なんだけど、その日本語っていうのがすごくそのロックのリズムに乗りにくいわけ、だから向こうのレコードに比べてそのベードラっていう大太鼓の音がなかなかこう前面に来ないのね、うん、ビートがなくしちゃうから、うん、だからそれはやっぱりあそこまでベードラを出せるってことは、それなりのやっぱり歌うスタイル、それから歌う声みたいな、そのトーンっていうのはしっかりしてないと、ああいうふうにはミックスダウンできないんだよね。おーってね、感じてもじゃんじゃん。ねえ、おーだって。すごい。俺もたまには真面目なこと言うんだよ、お前。うん。それでね、宇都宮君の場合はね、ロッド・スチュワートが好きなんだって。ね。大好きですね。ね、うん、どの頃が好きだったの？俺はね、フェイセスの頃が好きだった。うん。いいですね。ね、うん、で、あと、カーマイ・アイプスがいた頃のロッドバンドね。ペーペーしたんだよね。まあ髪型が小室君で、声が大友康平だと。あ、ね、ロッド・スチュワートで一曲これだったら何が一番いい？僕ね、マギメイを聞いた時はすごい全身が震えたっていうかね、あの曲聞いた時は。マギメイね、うん、俺はエンジェルだね。あ、エンジェルね、地面のね、はいはい、これがいいんだわ、うん、ロッド・スチュワート、ロッド・スチュワートものすごいさ、わがままの人なの基本的に、うん、それでさ、いつも全国ツアーやるとき、世界ツアーやるときに日本を最初にやるのね、うん、どうしてかっていうと、まだねバンドも演奏も固まってないの。で日本に来て、で日本だと何でも騒がんから、でロッドっていうのは要するにブロンドの髪の女以外興味ないわけよ。だからコンサート会場にブロンドの髪の女になると機嫌が悪いの。わがままだよ、わがままだよ、ね、で要するにさ、日本公演なんか始まってさ、うん、ホットレックさんが言うわけ、ハートブレックス、わーシャラップだって、黙れなんて。俺ビデオで見ちゃってさ、ひどいやつだなこいつと思って。でそれで全く同じコンサートツアーをロスのフォーラムでやった時のテープがあってね、でハッドベースギャーッとちょっとウェルウェルウェルインロサンゼルスインプレッシン日本ハッドベースわーシャラップだって。わがままさがたまんないね。うん、俺ああいうのは本当のロッカーじゃねえかと思うね。人の顔色どころかもう自分の都合だけで生きてるっていうね。もちろんそれだけが彼の全てじゃないんだけど、うん、ロッド・スチュワートのアクションとね、実は、まあ、宇都宮君も俺もそうなんだけど、まあ、特注のマイクスタンド持ってね、アクションする人はね、大体お手本はねロッド・スチュワートなんだこれ。うん、矢沢の A ちゃんも口じゃ言ってないけどね、絶対俺研究してると思うよ。そうですね、うん、だってあそこまでマイクスタンドのアクションをなんか自分で開発したってやっぱりロッド・スチュワートだと思うもんね。うん、またねすごいタイム感がいいんだよね。こんなところでマイクスタンド回しちゃったら次の歌に間に合わねえんじゃねえかなと思う時にパパッとその歌に入るのよ。うん、よく失敗するんだこれで俺が。それマイクスタンドどうしてたらいいかってマイクがなかったりするんだけどもね。そうか、ロッド・スチュワート好きなやつはね大物になるよ。みんな勝手なこと言ったりする。大好きなんだな俺。うん、ところで武道館ライブ、はい、6月の24日、はい、全席即日完売。これはやっぱり武道館もそのずっとやってきたコンサートツアーと大体同じ内容、また逆に武道館スペシャルみたいなこと。そうですね、どっちかというとスペシャルっていう形で、うん、3年間ツアーやって、その3部作というかそれの集大成みたいな。かっこいいな。そうか、
即日完売ってのも嬉しいんだよね。嬉しいですね、次のアルバムの予定なんてまだ2月に出たばっかりだもんね。一応まあ8月ぐらいからレコーディングに入ろうかなっていうのは、そう、はい、時間をかけて自分たちが納得する LP ができた時に出した方がいいよ。そうですね、周りはうるせえが出せちゃったね本当にね。楽しみ、セルフコントロールすごかったし楽しみです。じゃあ最後の曲、はい、TM ネットワーク Get Wild。 今夜お迎えしたゲストの方はこの方です。どうもこんばんは、徳永英明です。はじめまして。はじめまして。新しいアルバムバーズからさよならの水彩画ですけれどもね、はい、絵に関係したタイトルの曲っていうのがもう一曲ありますよね。そうですね、夏のデッサンという、はい、おいきなりかかるんですね。はい、段取りが、はい、こう絵の曲が多いんですけれども、はい、絵画なんかには興味があるんですか？あんまり興味がないって言ったら興味がないんですけども、うちの親父が昔画家だったんですよ。血統なんですね。血統系みたいな。結構うちがそのおふくろがそのお歌やったりとかね、そのお花やったりとか、で親父は昔画家だったりとか。だけど今は会社員ですけどもね。はい、芸術一家に育った。まあなんていうの、趣味の芸術一家みたいな感じでしょうかね。はい、あでもこれは絵の歌って言っても徳永さん作詞はやられて、僕の場合はそうですね、主だった作詞っていうのはないですけども、自分が曲作るときにサビのフレーズとかね、タイトルなんかは自分でつけて、それで作家の人と、表現量、表現、いい表現をね、こういうふうに表現してほしいなとかっていうことで煮詰めていきますけど、意見は出す、後々やっぱりもう3枚アルバム出しまして、4枚目ぐらいからやっぱり自分で詞書いていかなきゃいけないなっていうのはありますね。ただすごく時間的に余裕がなかったもんで、はい、もうちょっと今度は腰を据えて長い期間、のレコーディングを費やしたいなっていうのはあるんですけどね。全曲作曲なさってますもんね。頭の一曲が鈴木三郎さんという方の、あ、すみません、曲なんですけども、ね、あとはほとんどっていうか、まあ、全部自分でやってますけどね、はい、でも聞いてて心が澄んでくるっていうか。そうですか。じーんと私風で寝てる時に聞いてたんですよ。それでなんかうーって感じ、余計その心っていうか体が病んでたからさ、そう、ああとかって、あこれ思い出に残るな、だから手紙なんかも結構失恋した後の人とかね、そういう職なんていうのかな、仕事辞めちゃった人とかね、すごく人生に悩んでる人とかって結構そういう人は手紙多いですね。やっぱり、っていうか僕自身がやっぱりそのメッセージソングっていう、それほど強いメッセージソングでもないし、ただなんか気持ち的にみんなの心がすごく優しくなってもらいたいなっていうことで作ってるイメージが多いしね、自分がすごく例えば色で例えると夕焼けの色だったり、あとはすごく緑の大草原の中でなんか歌っていきたいなっていう曲をね、書いてるから、まあ、そういう意味じゃ優しくなるっていうとこはあるんじゃないかなと思いますけども、はい。こう絵と音楽の共通部分っていうのを何か感じますか？やっぱり絵にしても一つ一つ最初から、最初はほらデッサンで鉛筆で描いてあったところから自分でどんどん色を塗っていくわけでしょ。そうですね。だからそこに自分の思いが、今日の思いは赤だから赤を塗りたいんだと、初めは赤を、ここは青で塗ろうと思ったけど今日は赤が塗りたいから赤で塗っていくんだっていうのあると思うんですよね、だから僕も曲を作っていくときに、アレンジ特にやっていくときに、今日はこういう気持ちだからここはこういう風にやっていきたいんだって、やっぱり一つ一つの積み重ねっていうのが僕たちのアルバムであって、それで絵を描く人もなんかその積み重ねがなんか作品になるんじゃないかなって気がするんでね。ああそういうとこで、その辺は似てるんじゃないかなって気は勝手に僕は思いますが、じゃあ徳永さんが考える素直っていうこと、僕が考える素直っていうのは、ね、なんていうのかな、その恥ずかしくて言えない部分、恥ずかしくて外には出したくない部分っていうか、例えば簡単な例で挙げると、その女の子の間でそのアイドル化されてるグループがいるとしますよね、だけどそれを男の子の間で話し合うと、なんだお前あんなの好きなのかよっていうイメージってありますよね、だけど自分がいいと思ってるものは心の中で、いやいいと思ってんだけど恥ずかしくて言えないんだっていう、そういう部分の素直さとか、あとは本当になんかそうだな、一人でその音楽を聴いたり、一人で小説を読んだり、一人で物を見てる時に
出てくる感情っていうのが一番自分の中での素直な感情じゃないかなって。内面的なもの。自分には嘘つかないでしょみんな。そうですね。自分自身にはね。人にはカッコつけるけど、人にカッコつけてもその裏腹に、あ、俺ってバカなこと言ってるなとかね、そういうところがやっぱり素直な部分じゃないかなって気がします。はい。あの、くびれた腰がとっても素敵ですね。何センチメートルあるんですか？ウエストはだいたい67、8ぐらいです。まあ素敵。無駄のない肉体と薄い皮膚を伝う一筋の汗。孤独な戦いを挑み、まだ見ぬライバルの影を追いかける男はいつも真夜中のボクサー。その人こそ池田正則さん。どうも、はじめまして。僕決して怪しいもんじゃないですからね。初めて金曜日に迎えた、ね、男のゲストなんですけどもね、かわいいですね。だって何言ってるんでしょうね僕はね、今日はなかなかラフな格好で半袖で、あ、でも腕がすっごいたくましいですねこれね。いやいやいや、ピチャピチャピチャだって。なんか筋肉トレーニングとかやってるんですか？そうです、一応自分でですね、腹筋とか背筋とか腕立てとか。あ、何回ぐらいずつやってます？昔はですね100回は軽くできたんですけど、僕今10回ぐらいずつやってますけどね。、昨日野球やって体痛くて痛くて。あ、そんなやっぱりシェイプアップしてビシッとステージとかもね、決めて、あ、そうですか。ところでですね、小さい時から歌手になりたい、なりたいって思ってたって聞いたんですけど、何が池田雅紀をそうさせたのか。あのですね、兄貴の部屋にですね、矢沢永吉さんのレコードがあったんですよ。それでたまたま僕がまあ兄貴の部屋に入ってレコードを聞いて、その瞬間にまあ矢沢永吉さんってすごいかっこいいなと思って、外見で入っていったんですよ。それでずっとまあ聞いていくうちに、矢沢さんみたいにステージで歌いたいな、歌いたいな、でお金も稼いじゃおうかなって思って、そうですか。その具体的にね、歌手になったプロセス、きっかけみたいなのはどういうところから？きっかけはですね、僕はその矢沢吉さんに憧れて中学卒業してすぐ東京出てきちゃったんです、一人で。うわあ、男らしい、たくましい。惚れちゃいそう。何言ってしまう。そうなんですか。それで、ずっとあのまあチャンス待ってたっていうか、一生懸命頑張って、あのバイトしてる店にですね、たまたま偶然今のディレクターである人が、まあ飲みに来てまして、そこでまあ僕が歌を歌ってたら、あの名刺をもらったんですよ。でぜひやろうよっていうことで。なんていう方なんですかその方は？あの鈴木二郎さんっていうんですけど。それはすごいね、ラッキーといえばラッキーですね。はい、あのその中学から突然ね一人で出てきちゃって、いろいろ苦労したと思うんだけど、なんか苦労話とかあります？今だから語れる池田正則の苦労話みたいなのありますか？ですね、苦労っていう苦労自分ではそんなしたとは思ってないんですよ。好きなことを追っかけてったら、歌手になっちゃった。京都からこう出てくる前におふくろに言われたんですよ、結構大変だからそれなりの覚悟で行った方がいいよって。なるほどね。僕はもっと悲惨な覚悟で行ったんですよ。じゃあ意外とそうだから結構耐えられましたよね。そうですか。僕もそれだったんですけど、結局その夢が叶うまでやってたから多分僕デビューできたんだと思うんです。決して諦めない、何があっても諦めないで、ネバーギブアップで。そうです、はい。あの初めて買ったレコードとかやっぱりどういうもんですか？僕はですね、兄貴が結構レコードとかいっぱい好きで、東京出てくるまでは、そんな買わなかったんですよ。でも東京出てきてからはやっぱり自分で買わないと聞くもんがないんで、たまたまブルース・スプリングスティーンのザ・リバーっていうアルバムを買ったんですよ。ですごいそういうのってずっと影響を引っ張るでしょ。はい、だからもうそれ聞いた時にもうファンになりましたね。僕初めて買ったねアルバムがねビートルズのアビーロードだったんですよ。それから結構ねのめり込んだんですけどね。A ちゃんのレコードとかよく買いました？買いましたね。ガンガン決まって。それではですね、ここで、5月25日発売の新曲を聴いていただきたいと思うんですが、この曲もね、誰かにとって初めて買うレコードになってずっと後を引いて、そうですね、池田正則のようになりたいと思う人に、思うかもしれませんよね。それでは聴いていただきましょう。池田正則さんでナイトオブサマーサイドです。さて、池田正則さんでナイトオブサマーサイド聴いていただきましたけれども、この曲はもう5月25日に発売になってるんですよね。はい、はい、そうです。
あのね、僕本当の話でね、結構ね池田正則君のね曲好きでね、あ、そうですか、ハートブレイカー踊れないでしょ、はい、シャドウダンサーって結構ね聞いたもんですよ。あ、そうですか、この曲もね、あのノーバディが、はい、さっきいけそうですね。そうですね、頑張りたいと思います。自信が出てますよ本当に、ね、初めてねラジオから自分の曲が流れてきた時っていうのはどんな感じしました？すごいなんか嫌でしたね。嫌だった、あの恥ずかしいっていうのがあったんでしょうね、やっぱり。あ、ね、それ意外だな。それであの、うん、まあ、あのテレビとかで、まあ、CM とか流れてるんですけど、うんうん、あの実際レコード屋行って自分のレコードを見ないと実感がなかったんですよ、うんうんうん、ああそうかそうかそうか、ね、だからレコード屋行ってこう置いてあるの見ると、ああデビューしたんだなっていう、あ、ひしひしと感じましたね。来て、買っちゃったりしました？買いました。やっぱり何枚ぐらい？いや僕は1枚です。あ、なかなか謙虚ですね、それはね。あの僕もですね、はい、自分が初めて電波に声を乗せた時にね、録音してね、僕は何度も何度も聞き返しましたけどね、嬉しくて、この番組のねリスナーの平均年齢がだいたい16歳ぐらいかなと思うんですけども、はい、で池田正則君が16歳ぐらいの時ってどんなことをしてました、はい、何考えてました？うわですね、ちょうどだから東京出てきてましたから、うんうん、だからそのデビューすることに一生懸命で、うんうんうん、バイトをずっとやってました。あのやっぱり京都そうですよね、東京出てきてなんかカルチャーショックとかありました？あの初め今日東京駅着いたんですよね、で降りた時にですね、あの電車乗って言葉がなんかみんなおかしいなと思ったんですよ。あ、逆に、はい、へえ、それまで僕分かんなかったんですよ。わがままですよそれ。結構なんか男の人がだからさとか言ってるから、自分は、うわなんやこいつはっていうそういう感じ。ああ、はい、そうなんですか、はい、へえ。それでですね、今後のこうスケジュールと、はい、ラジオ聞いてる人に池田正則これが言いたいっていうのがあったらですね、ぜひここで聞かせていただきたいんです。スケジュールはですね、7月8月とですね、野外のイベントで、全国何か所か回るんで、ぜひ近所に来た時には、見に来てほしいと思ってます。なんかリスナーにメッセージとかあります？メッセージはですね、とにかくこれから、まあ、あの一生懸命頑張るんでですね、長い目で見てほしいですね。長い目で、あ、それ僕も同じ。あの最低ちっちゃいんじゃなくて、そう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 、ドーンとこう将来ね、長い目、将来的にね、リスナーの聞いてる人でね、池田正則君に何かこんなこと聞きたいっていうことがあれば、僕のところに送っていただければですね、必ず、持っていきますんでね、はい、わかりました。聞いてる人たちどんどん送ってきていただきたいと思いますね。はい、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。さて砂の城なんですけれども、はい、今までのイメージとしては、まあ、いつも明るいゆきちゃんっていう感じがねするんだけども、はい、この砂の城に関してゆきちゃん自身が感じたことっていうのは何かあります？歌っててとか、あの歌詞の内容もそうなんですけど、うん、今までに比べると少し大人っぽいイメージっていうのが少しあるような気がするんですよね、自分の中では、ファンの人から見てね大人っぽくなったなっていう風に思われてるかしら。思ってくれてると嬉しいんですけどね、ギャップにね、ギャップって言っていいのか分かんないけど、自分は成長していくんだけど、ファンの人は前のゆきちゃんでいてほしいみたいなところをどうやってやっていこうかなっていう、片方もとってもお互い両方大事だと思うんですけどね、難しいです。じゃあ別にゆきちゃんとしてはじゃあみんなが求めてるからそっち行こうとか、でも私はこう行きたいからこっち行くっていう風に決めてはいないわけ。私の中ではあのすごく素直に変わっていく自分というのを一番大事にして、そういうなんか自分中心なんだけど、そんなことはね、やっぱりあのみんなのためにあのなんか自分のイメージを大事にするっていうのも大事なのかもしれないんですけど、それよりもやっぱりどんどん変わっていく、素直に人間としてどんどん変わっていく、あの私を好きになってくれる人がいたら嬉しいなみたいな、なるほどね、それでは、砂の城を聞いていただきます。斉藤由紀さんで砂の城を聞いていただきました。さてこれからの由紀ちゃんと言いますとミュージカル、はい、レ・ミゼラブルが待ってるわけですけれどもね、どうですか今？もうそれは本当にあのなんて言ったら一番分かっていただけるのか、あのこう顔中にね、あのもう最高に楽しいって書いてあるような、それがこう毎日毎日そういう顔ができるようなそんな感じです。でもミュージカル初めてでしょ？
ええ、初めてだから楽しいのかもしれませんけど、うん、その新鮮さたりはもうすごいものがありますね。自分と同じような年齢の人がうわーっと集まっていたりとか、うん、そのベテランの人がわーっと集まったりして、うん、すごく自分をしっかりと見据えるあれが多くて、だから楽しいみたいな、うん、すごく乗ってる時は夜何時になっても声を出すことがもう楽しくて、うん、朝からずっと歌ってても、うん、それでも声がなんかこう透明なガラス板の上をね、うん、なんかこう濡らした石鹸がツーッと走ってくみたいにね、なんかすごく気持ちよく歌えるって、そうするともうどんどん歌いたくてしょうがないっていう感じになる、うん、そうするともちろんその例えば記者のステージとかね、うん、それからドラマもちろんなんかほらステージとドラマが一緒になったような感じがするけども、またそれがもう全然違うものなのかしらね。もう全然もう比べようもないっていうぐらい違う。どっちが悪いとかいうのじゃなくて、その性質の問題違いなんですけどね、うん、でもやっぱり舞台の楽しさっていうのはまさに一度味わったらっていう、うん、もうありますね、離れたくなくなるかもしれないっていう感じ、はい、うん、これは6月の17日から8月の30日までという長いね、はい、毎日が続くんだけれども、じゃあこれは一つステップにもなるし、はい、またもしかしたらもうずっとステージをやっていきたい人になっちゃうかもしれないね、もしかして。もうなんかだんだん自分の中で構成、やっとなんとなく最近自分の将来が構成されてきたみたいな、うん、あ本当、うん、その自分がこれから何をやっていくかっていうことに関して、うんうん、どんなものに本当に興味があるのかっていうのがだんだんやってみて少しずつ分かってきたみたいな、うんうん、じゃあ今度それを整理していく段階にも、ね、まだちょっと早いかもしれないけど、うん、でもね、まあいろんなことやってみるのは本当に自分が知らなかったものが出てくる可能性もねすごくあるしね、そういうことでね、今、まあ、お稽古をやってるゆきちゃんなんですけれども、それから、8月の1日公開のトットチャンネル、はい、これ映画なんですけれども、はい、これは黒柳さんのねお話を、はい、ゆきちゃんが変わってやったという、これはどうでした、やってみて。俺愉快でした楽しかった、楽しいっていうなんか愉快でしたね、撮影中も。あ、本当、うん、苦労したこととかなんかあります？すごく笑わせるシーンっていうのはとても多くて、うん、コメディーなんです。もう本当にほとんど生粋のっていうか純粋なるコメディーなんですけど、うんうん、なんか笑いっていうのはこう作って出すもんじゃなくて、うん、こう思いがけずふっとこう漏れるものでしょ、うんうん、それをその笑わせるようなことを何度も何度もテストをして、うん、で慣れちゃうわけですよね、うんうん、慣れるとこうおかしいものもおかしくなくなっちゃうみたいな、うんうん、だからそれはすごく難しかった。あ、なるほど、ね、その面白さを自分の中で保たせるみたいなのが、うんうん、維持させていって、うん、本番でまた笑わせることができるかどうかっていうのが、うん、それはすごい、やっぱりテストの時はね、はい、初めてだからもうおかしくてしょうがないんですよ自分でやってて。だけど本番になると何度も何度もやってるから、うん、もうおかしくも何ともない、そういう時って、うん、不安になります。だからそれとっても難しかった、うん、それから、うん、映画、これは声だけなんですけれども、ラッコ物語と、はい、もうね、こういうのも初めてですか？声だけっていうのは多分初めてだと思います、はい、これはこうラッコの声とかをやったわけ？ラッコが実際に喋るわけではないんで、うん、口を合わせるとかいうことはないんですけど、うん、そのラッコの動きに合わせてセリフが作ってあって、うん、それをラッコの絵を見ながら自分で入れていくわけですよね、うん、じゃあセリフとしてはラッコのセリフであるわけね、気持ちとしては、はいはい、ああそう、これもまた新しいねものだとねゆきちゃんにとって、はい、じゃあとりあえず、ミュージカルの方頑張ってやって、はい、そしてまた歌いたくなったらゆきちゃんのペースで歌の方もね、はい、頑張ってほしい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。おっちゃん、もしもし、どうも、もしもし、どうもこんばんは。こんばんは。はい、生放送だもんねこれね。ね。9時45分今回ったもんね。あ、今ご飯食べてきました。あ、食べてきた？そう。あ、みんな元気？元気ですよ。グッバイのメンバーは。今もう、ね、週末最中でね。あ、そう。うん、しかしデビューしてもう4年目だね。そうですね。もう5歳になりましたね。だから。あ、そうですか。はい。久しぶりに新曲7月の1日発売ですか？そうです。なんかマジビートで抱きしめたいっていうタイトル。はい。そう、これでね、うん、結構ね、友達にね、どうこのタイトルとか聞いてあるとね、うん、マジビートって何とか聞く人がいる。うん、あ、なるほど。うん、だから、やっぱ、マジビート分かんない人には、特に聞いてもらいたい。あ、そうか、そうか、うん。これ、よっちゃん作詞だろ？そうです。で、作曲は？もう一人、メンバーのやっちんが。あ、やっちんが。はい。なんかこう、どんな感じの曲になりそうですか？
結構ね、うん、まあ力入れてね、聞くとかじゃなくてね、気楽に聞いていただきたいような。気楽に。うん。はあ。だから60年代の楽器を使って演奏するってのが本当ですか、それ。そうです。レコーディングも全部それでやりました。あ、そう。もう集めてきましたね。大変でしたよ、すっごい。ああ、じゃあ本当にしかし久しぶりの発売だね。そうですね。4月の1日。うん。ああ、それからなんか、LP とビデオが同時発売された8月には。あ、まだ予定なんですけどね。あ、予定、結構楽しそうなやつが、半分ぐらい今取れ上がってるんですけど、できそうなんでね。あ、そうですか、ええ。それからいよいよこの来週からコンサートは。そうです。ちょっとスケジュール教えてくれます？どんな販売になってるの？うん。今度はちょっと一つおしゃれにライブをやりたいと思って、はい。みんなで行っておりまして、来月のですね、はい、3日と4日。6月3日と4日。そうです。水曜日と木曜日ですね。はい。はい。インクスティックで。ええ。芝浦にあります、インクスティックで。あ、芝浦ファクトリーで。1日2回やります。はあ、時間は何時何時ぐらいですか？6時からと8時から。8時からと。うん。はあ。で、結構ね、前回ね、ええ、違う感じでやりたいと。はい。みんなメンバーの意見によりですね、ええ、まあ全曲とは言いませんが、ええ、まあ4回とも違う曲でほとんどやりたいなと思って、ね、ああそうか、もうその分4回分の練習ですからね、ええ、大変ですわ。ああそうですか、はい。まあ、しかしそのライブコンサートとそれからまたの新曲もね、はい、本当に楽しみだけれども、ますますよっちゃん頑張ってね。もうバリバリです。バリバリ、はい、体の体調もいい？もうバッチリ。そうですか、はい、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、野村井